大丈夫、怖くないから落ち着いてね。ごめんなさい、最近この子たちを怯えてしまって。何があったんだ？サンドワームという魔物の気配を感じているんだと思う。前にもあったから間違いないわ。私がバーナードと会ったのもサンドワームに襲われた時で、あの人が、バーナードが私を助けてくれたの。慰めてくれてありがとう。大丈夫よ。分かった。そのサンドワームを何とかすればいいんだな。俺にとってもニハルは友達だ。何かさせてくれ。前に現れた時はネッサの遺跡にいたわ。今度もそこにいるかはわからないけど、本当に無茶はしないでね。約束よ。行くぞ。腕が鳴るわ。ガスリキスです。この程度。闘気を戒めとなれ。の力天へ至れ。楽勝だったな。はあ、とんだ化け物だったな。これはナイフか。気になるな。よし、サンドワームを倒したことをニハルに教えてあげよう。サンドワームは倒してきた。もう大丈夫だ。ありがとう。みんなも安心したみたい。それとサンドワームからこんなものを手に入れたんだけど。それバーナードの。どうして？サンドワームが落としたんだ。そうか。バーナードのナイフだったのか。もしかして、これ、私がバーナードと出会った時の。ようやく目が覚めたが、手当てはしておいた。あとは。お前、何も覚えてないのか？私、サンドワームに襲われて。なんだよ、覚えてるじゃねえか。助けてやったんだから感謝ぐらいしてほしいものだ。しかし。なんだってこんな遺跡に来た？死にてえのか？狩りをしようと思ったの。みんなにご飯食べさせたくて。どうしたの？なんでもねえよ。くそ。なんだ、腹が減ってんのか？ほら。みんながお腹空かせてるのに私だけ食べられない。うるせえ、いいから食いやがれ。お前が腹を減らせば仲間の腹は膨れんのか？あ？お前がちゃんと腹いっぱい食わないと狩りだってまともにできねえだろうが。そんなんだからサンドワームに襲われるんだ。どうせ腹減って逃げられなかったんじゃねえのか？ほら食え。飯を食ってねえから余計なことを考えるんだ。おいしい。そうだろそうだろ。飯にはこだわる主義だからな俺は。どんな時でもうまいもんさえ食ってれば腹も気持ちも満たされるものさ。だから今は食え。仲間のことはその後だ。おいおい、泣きながら食うんじゃねえよ。おかわりいるか？あれから私たちはバーナードの手伝いをするようになったの。仲間って魔物だったのかってバーナードに呆れられたけど。そうか。私を助けたのは気まぐれだってバーナードは言ってたけど、私は違うと思ってる。一度お酒に酔った時にバーナードが話してくれたの。昔いつも一緒にいた相棒がある日帰ってこなくなったことがあったんだって。ちょうどバーナードが病気にかかった時だったから、彼は相棒に見捨てられた、そう思ったらしいの。でも違った。その相棒は食料と薬を盗みに行って失敗して殺されていた。バーナードはこう言っていたわ。俺がうまいもんさえ食えばすぐ治るなんてバカなことを言わなきゃなって。亡くなった相棒の代わりに私を助けてくれた、そんな気がするの。だからニハル、このナイフもらっていい？ああ、その方がバーナードもきっと喜ぶだろう。ありがとう。バーナード。